佐藤和夫どうなってんです。今日は二宮に来てるんで、お昼はこの中華そば佐藤で食べたいと思う。まあ、私と同じ友人のラーメン屋さんっていうのもちょっと初めて見ましたけどね。その時はびっくりしましたけども、もう今までにも何回も食べきてますけども、まあ、今日もこの中華そば佐藤で食べたいなと思っております。